はい、今鹿児島県の被爆町に来てます。なんとここにはうつむくミラーがあるんです。目の前のやつがそうですね。珍しいっすよね。見えるのかな。反対側から見たらこんな感じ。このアーチ状の橋の真ん中に立ってるのがいいですよね。これがミラーって思わないけどな。ここから見たら、まあ過去にねミラー見たことあるんですけど、うつむくミラーをこんな感じでポールがついてるのは初めてですね。いや珍しいでしょ。多分実用性あるのかって問題ですよね。どうなんだろう、効果あんのかな。はい、こういうねうつむくミラーがあるということで来てみました。